と頑張ろうぜ。また来てくれ。普段はここにいるから、助けが必要になったら呼んでくれ。よう、おめえなかなかやるな。うちのボスを倒しちまうなんて大したもんだよ。どうだい、俺たちと一緒に働かねえかい。せっかくだけどやめとくよ。惜しいな。おめえとならいい仕事できそうなんだけどな。おう、アイテムや装備品はどうだい。よかった。いい品そう。け、買ってこ。やあ、せっかく。何か。あ、お。マグ君？あ、ホワイトヘッドさん。タルカウノに盗まれた鑑定品、全部持って帰ってきたよ。なんと、あの赤い狼から鑑定品を取り返してくれたのか。おお、なんてことじゃ。違うんだよ、ホワイトヘッドさん。これは、タルカーノが自分で返してくれたんだ。なんじゃと？タルカーノはこれから心を入れ替えるって約束してくれたんだ。だから鑑定品を返してくれたんだ。信じられん。あのタルカーノがそんなことを。だから盗賊のアジトに行って盗賊たちを捕まえるのを待ってほしいんだ。彼らにチャンスをあげてほしい。変わったっていうのを証明するためのチャンスを。そうじゃの。マグ君がそこまで言うなら。しかし今までソシエテからいろいろなものを盗んでおるからの。もうしないよ、きっと。盗んだものも時間はかかるかもしれないけど、返すって言ってたから。わかった。しばらくの間様子を見ることにしよう。ありがとう、ホワイトヘッドさん。ああ、そうじゃ。依頼達成の賞金を渡さなければいけないの。それでは下の受付で受け取ってくれ。話はつけておるからの。今日は本当にご苦労さんじゃった。ゆっくり休んでくれ。マグボッちゃん、この調子でガンガンお金を稼ぎましょうぞ。私、先に帰ってお祝いのディナーの用意をしていますので、ゆっくり帰ってきてくださいませ。マグさん、すごいです。あの赤い狼でさえも倒しちゃうなんて。あの、お疲れ様でした。今日はぐっすり休んでくださいね。いや、
また。アーマグいらっしゃい。あなたすごいわね。取られたアイテムみんな取り返してきたんですってね。主席も大満足だったし、今度は何かお祝いでもしなくちゃね。いや、いいって、俺はちゃんともらってるしね。これでついに4つの鍵が揃ったの。次は何をすればいいんじゃ。あと少しで静止文明の秘密がわかるのじゃ。そう、すべては人間たちの願い、人間たちの希望、そして僕たちの生まれた意味。もうすぐだよ。私めに。さい、それでは。いらっしゃいま。すぐお部屋を用意いたします。ゆっくりお休みになってください。そんな人間たちは僕たちを放っておくはずがない。このまま彼のそばにいたら、君は彼の重荷になってしまうんだ。私がマグナ。そうさ、君が近くにいるせいで彼はいつも危ない目に遭ってしまうのさ。私のせい。だけどあのマグという人間に迷惑をかけないために一つだけできることがある。マグの元から君という存在が姿を消すこと。それが結果的に彼を救うことになるとしても、
たちエゴルシアにはいるべき場所、果たすべき役目がある。人間と共には生きられない。さあ行こう、リニア。リニア様のお姿がどこにも見当たりません。え？代わりにこれがバルコニーの脇に落ちておりました。これはオカリナを置いていかれるなんて。リニア様の身に何か起こったのでしょうか。何ガタガタやってんだ。外まで丸聞こえだぞ。リニア様のお姿が見当たらないのですよ。あれ、やっぱりあれってリニアだったんだ。どうしたんだチェイン。朝起きた時にリニアがソシエテ博物館の方に歩いて行ってるのを見たんだけど、誰かといたから見間違いかなって思っていたんだけど。リニアが？今にして思えば間違いないよ。あたいの視力がいいってのはマグも知ってるはずだろ。そうだよな。それじゃあソシエテ博物館に行ってみよう。そうですな。あたいも行くよ。ゆるか君、これで全ての用意が整ったの。まさか戦士の秘密がわしの手によって暴けるとは思ってもみなかった。これで今まで誰にも解明できなかった戦士文明滅亡の謎も全てわかるんじゃ。いや、それどころか我々の未来を左右する大発見があるかもしれんな。ん？どうしたんじゃ？まだ気づかないのか。貴様にはもう用はない。なんじゃと？それは一体どういう意味なんじゃ？僕が必要だったのはこの鍵、そしてリニアに目覚めてもらうための最高の舞台。それが手に入った今、もう貴様に存在意義はないのさ。ああ、鍵をいつの間に。いい夢を。そんな話が違う。戦士の謎がついてきたいのであれば止めはしないさ。ただどうなるか保証はしないけどね。鍵がかかってるよ。困りましたな。
こんな扉ぐらいだったらあたいの再フレームでズバッて真っ二つに壊しちゃうぜ。任しときなって。チェイン。でもどうしよう。このままこうしてても仕方ないし、どうやって入ればいいんだろう。扉が閉じてても中に入る方法。そうだ。玄関の鍵か。うん。カルターノってソシエテの誰にも気づかれずに探偵品を取ってたから、どうやったのか方法を教えてほしいんだ。方法なあることにはあるんだが、一回教えちまうと次からは使えなくなっちまう。だが坊主は大切な用事があるんだな、ソシエテ。うん、ある。とっても大切なことなんだ。しょうがねえな、まったくよ。わかった、わかった。それじゃ、ソシエテ博物館に行くか。カルカーノ。早く準備しろよ。俺の気が変わらないうちにな。ありがとう。勘違いするなよ。俺はソシエテ博物館に用があるだけだ。おめえと一緒に行くのはたまたまだ。たまたま。ああ、マグ。どうしたんだ？そんなに手相変えて。ソシエテに来てみたら、鍵もかかってるみたいだし。ペパ、実は。カルカーノに来てもらったんだ。そうだったの。じゃあ早く博物館を調べてリニアを探さなきゃね。そうだ、ゆっくりしてる暇はねえ。この間鑑定品を持って行った時もこうやって忍び込んだんだ。すっげえ、誰にもわからないはずだよ。再フレームを使ってたなんて。だから嫌だったんだ。これでもうこの手は使えねえじゃねえか。いいけどな、別に。で、俺からどうすんだ。さようでござる。それでは、ま、行こう。他にな。買った。
った場合、方法は簡単。そうしたら、
改造。改造。近づいてはダメじゃ。ホワイトヘッドさん、これは一体何なの？わしはとんでもないことをしてしまったのかもしれん。マグ君をミューゼビルへ呼び寄せたのもわしの一存ではない。遺跡の発掘を頼み、戦士の鑑定品を集めさせたのは戦士の謎を解くためじゃった。わしはそのためにゆるかに言われるがままに君を呼んだのじゃよ。ゆるかだって？ホワイトヘッドさん、ゆるかを知ってるの？わしはどうかしてたんじゃ。戦士の英知を極められると言われ有頂天になってしまった。すべてをわしの手で解明できると思った。しかしこのざまだ。挙句の果てに全ての鍵を奪われ、そのサークルの中へと入っていってしまった。君と一緒にいたあの女の子を連れて。リニアと？やっぱりリニアはユルカと一緒にいたんだ。俺行くよ、リニアを探しに。でもこの中がどうなってるかわからない。みんなここで待っててよ。すぐ帰ってくるからさ。水臭いこと言うんじゃないよ。私も行くに決まってるじゃないか。乗りかかった船だ。嫌だって言っても最後まで付き合うぜ俺はよ。ありがとう、みんな。さあ行こう。
なんだよ。Hit!
ここだ。なんだよ。
手触りなんだよ。じゃあそれ。なんだよ。
なんだよ。じゃあ、それ。
な。ここへ行きな。なんだよ。
Yeah!
みなぎるぜ。行くぞ！
Thank you.